からご参加です。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。愛媛から初めて来ました。どうぞよろしくお願いいたします。雨の日も風の日も寒い雪の日も本当に皆さんご苦労様です。ありがとうございます。なのに伊方原発がちょっと動かされそうなので本当に悔しく思っております。私たちの力不足で申し訳ないと本当に心から思っております。本当に私も伊方に行ってきました。細長い佐田岬半島には風力発電がたくさん並んでいます。58基もあるそうです。でその伊方原発、伊方町議会は再稼働に反対の請願が56個出ていたのを全て否決しました。それから推進する原発再稼働を推進する請願4つを全て全会一致で可決しました。本当に悔しいです。この伊方町議会には再稼働に反対する議員は一人もいないのです。この議会の人たちは福島で不自由な困難な生活をされている方々のことは一言なのでしょうか。それから毎日放射能が不安で他の県に避難したり、わざわざ愛媛に避難、一家で避難されている方もいらっしゃいます。この方のご苦労を本当に思っていないのでしょうか。私は信じられません。私は本当に悔しくて情けない思いでいっぱいです。パネルをお借りしてきました。これは伊方原発50キロ圏内住民有志の会がアンケートを作ったんです。あなたは原発再稼働に賛成ですか、それとも反対ですかという質問を一件一件尋ねて、それでアンケートを取りをした結果です。伊方町の中で反対は 53%、 賛成は 27% です。意外にも反対の方が多いので、はい、調べていただいた方には本当にありがとうと言いたいです。11月1日には伊方原発再稼働反対の全国集会が松山市で行われます。皆さんのご協力とご参加をどうぞよろしくお願いいたします。歌を作りました。手拍子をよろしくお願いします。止めましょう、止めましょう、イカタ原発止めましょう。3号機はプルトニウム、とても危険なプルタマル。電気は足りてるよ、だからイカタ止めましょう。止めましょい。本当にね、今のお話聞いてると全会一致で採決されてしまうということ、やっぱり政治というかね、どういう議員さんを私たちの代表として選ぶかっていうのはとても大事だなっていうふうに思いますよね。反対議員を増やして賛成議員はもう議会に行っていただかないようにしたいですね。本当に伊方原発私たちも心配でなりません。東京も頑張りますので一緒にこれからも頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ツイッターではドレミちゃんっていう名前で、はい、カエルマークのドレミちゃんでした。ありがとうございました。そこまでは OK なんですね。そこまでは OK。 はい。